バスケトークラジオ、はい、第150回目バスケトークラジオ始めさせていただきたいと思います。本日もお送りするのは岸と友本キリです。お疲れ様です。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ついに150回行きましたね。行きましたね。行きましたね。はい、本当にありがとうございます。これももういろんな人々に支えられて今日この日150回を迎えることができました。まあ、ちょっと個人的なんですけど、うちなんかはね、はい、例えば月曜日なんか子供のバスケットがあったりしてね、9時なんてちょうど子供が帰ってくる時間で、実は送迎とか本当はあるんですよ。でそれをね、ちょっと私のわがままでバスケットオークラジオ収録あるんでって言って、いっつも送迎、娘の送迎を帰りやってくださってる上野さんって方がいらっしゃいまして、もう、はい、いろんな人々に同じだけ支えられた中で、この上野さんいなかったらちょっとバストラは150までいかなかったんじゃないかななんてね思ったりして、特別な思いを込めて上野さんありがとうご言いたいですね。皆さん何かないですか？トモさん何かありますか？すいません、ちょっと今わらび餅食べてました。わらび餅食ってんのかい。150回の感謝述べるシーンですいません、ちょっと喫茶の時間がちょっとあまりにも早かったんで。早かった、うん、はい、思ってたより早かったからちょっと飲み込む前に時間かかっちゃいました。そう、失礼しました。すいません。いやいや、まあ、僕はですね、うんうん、まあ、そうですね、まあまあ家族ですかね。やっぱそうやんな、ほんまに。そうですね、いつも旦那さん借りてすいません、さあやん。いえいえ、ありがとう。キリさんはどうですか？自分あの3回ほどスペシャルゲストに出てきてもらった、うん、フジモンっているじゃないですか。うん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 。でまあ、結構やっぱ現役の時もそうですし、今もやっぱ相棒として横にいてもらってるんですけど、うんうん、やっぱ結構自分も無理難題なこと結構いっぱい言ってきて、でやっぱ彼がやっぱりいろんな試合を見て自分にこう報告してくれたりとか戦略を教えてくれることで選手に伝えられてるっていう部分もあって、うんうんうん、本当はすごく感謝してるんですけど、結構自分も人当たりが悪くて、これ見てこいとか、あれあの試合見てきてお前報告しろとか言ってるんで、まあこの場を借りて本当にありがたいなっていうことと、あんまりありがとうって言ったことはないんで、ああそうなの、ラジオ通して、はい、言いたいなと思います。だってさ、なんか一回東京で収録した時さ、はいはい、なんか俺が先にフジモンって言ってなかったそうですね、ミッさんがフジモンって言って、自分もなんかもうそれ定着しちゃいました。最近勝手にフジモンフジモンって言ってたらさ、いや僕、はい、付き合い長いですけど藤本のことフジモンって言ったら初めてですよってな、こっぱずかしいこと言い始めて最後でマジかのっつって俺あって1時間ぐらいでフジモンって言っちゃってたけど、それぐらいこ う, いフジモン優しくて懐入りやすいよね。確かにそうですね。な、うん、人当たりすごいよね。はい、まあそんないろんな方に支えられながらの150回、いやーもうこれから200回300回とね、楽しい回を続けていきたいと思います。やっぱりトモさん最初の方ちょっとね頑張ってる感あったよね俺たち。まあそうですね。ねえ、途中からなんか楽しくなってきちゃって、こなれてきたんかな、なんか。そうですかね。収録がすごくこう、あの今でも編集大変な時たまには、まあ最近ないけど、やっぱりこう昔は編集の方が負荷が高くて、うーん大変だなっていう感じしながらバストラ続けてましたけど、最近は編集楽やし収録楽しいので、なんかこうあらっと気づく間に150回という感じまでになってますね。まそうですね、直接会わんでも収録できるようになったからちゃいますか。あ、これは大きかったよな俺たちの中では。まあそうですね、うーん、これ画期的やったな。なんか80回ぐらいからかな、こうちょくちょくやる。いや違うわ、100回超えてたやなと思う。超えてから、だから100回、まあ具体的に言うと僕がフェイスタイムをできるようになってからなんで。あ、そっかそっか。ちょうど6月7月ぐらいと思います。ほう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 。今日なんか全くタイムラグないねんけど。ねえ、ほんとっすね。もうなんでなんやろ、めっちゃやりやすいねんけどさてさて、そんなこんなの150回そろそろバストラ始めていきましょうか。皆さんお願いします、はい、行きましょう。こんばんもよろしくお願いします。よろしくお願いします。で関東、キリさん、
はい、はいはい、学生、はい、バスケットボール選手権大会、はいはい、で合ってます名称、合ってます合ってます、しちゃった、うん、それが今タイムリーにちょっとやってるじゃないですか。やってます ね、今日から一部出てきましたからね。そうか、今日まで逆に言ったら一部出てなかったんや。出てないですね、スーパーシートなんで。ほんまやな、1回2回3回飛ばして4回目が出てくんねんな。そうなんですよ、4回戦から出てくるのがもう本当に一部の、うん、やっぱりすごいところですよね。ねえ、まあ99チームあるんですって、はい、そうなんですよ。どんな見どころがあるんでしょうか、どの辺からいじっていったらいいですかね。まず今日の試合だけでも多分10試合ぐらいありますよね。そうですね、結構下克上だったんじゃないですか、多分3部が2部に勝ったりとか、そういう試合があったみたいなんで。波乱が起きてるわけや。波乱起きてますね。まあ、トーナメントって結構ね、一発勝負なんで何が起きるか分かんないんで。しかも春の言うたら新チームやもんね。そうですね、うんうん、ルーキーも入ってまたチーム的にも分からないっていう部分があると思うんで、うん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 、はい、そこら辺ちょっと見ていきたいですね。うん、注目の下克上教えてください。やっぱりですね、うん、名門復活かって思われる日本体育大学の一部の早稲田大学を下したのはやっぱすごいと思いますけどね、うん、はあはあ、はい、72対66、はい、まあ、1回20点空いてるんでちょっと詰められてる部分はあるんですけど。そうですね、最終4ピリに18対26で早稲田が詰めてますけど、はい、うん、言うても早稲田は強いですよ。去年新人戦準優勝してますし、はい、去年新人戦準優勝なんや。だからやっぱりインサイドも強いですし外も強いですし、うん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 、まあ名門って言われるだけあって、うん、早稲田の厳しいディフェンスもありながら日本体育大学金星じゃないかなと思いますね。まあ、その前兆として日築戦があったんですけど、はい、日築戦って言ったらまあ要は早慶戦と一緒なんですよ、うん、日本体育大学対筑波の伝統的なやつですよね、はい、そうですねガチの対決なんですけど、これがワンゴール差で筑波が勝ってる状態だったので、うん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 、もっと本当自分たちからしたらもう筑波の余裕でしょっていうところだったんですけど、うんうんうん、そこがワンゴール差っていうのがっていうところでしたね本当に。うん、なるほど、だからちょっと見てみたいですね。しかも日本体育大学とその1個前の試合が、はい、まあ、文教大学っていう3部の大学なんですけど、はい、まあ、2年前文教大学と、日本体育大学結構接戦で日体大が勝ったんですけど、はい、まあ、それぐらい弱い大学ではないんですけど、はい、なんと175対、マジで、いや100マジなんですよ、175対40ぐらいで勝ってましたね。あった墨田区総合体育館、はい、A コートで、はいはい、日体大対文教大175対54ですね。すげえ、なるほど、もうすごいですよねその得点。前半99点も取ってるじゃないですか。そうなんですよ、どうなってんねやって思うぐらいやっぱりすごいオフェンス力上がったのかなっていう。ちょっと日本体育大学ちょっと注目です。今年一部上がれるかなってちょっと思ってますけど。で、そうなんですよ、独協大学はあの続きどうなったんですか、江戸川と。3回戦本当にもう向こうガチの勝負で出てきてもらって、まあよく本当に頑張ったと思います。自分も自分の選手を褒めたことなんかないですけど、負けて褒めることはないんですが、まあ、とにかく最後の40分まで頑張って一生懸命食らいついてくれたことと、まあ、諦めずにやってくれたっていうことは本当に良かったなと思いますし、なかなかやっぱりガチで相手と戦えるっていうのは練習ゲームではないことなんで、うんうんうん、まあ、すごくいい経験させてもらったと思ってます、はい、うん、まあ、ちょっと怪物安岡選手のこの前話したと思うんですけど、怪物どうでした。まあ、怪物通りだったんですが、まあ、ちょっと日本代表でもちょっと練習してて、はい、で今理想博っていうのがもうすぐあるんですけど、大学12人のエントリーのメンバーに選ばれてる選手なんですけど、はい、で、まあ、その選手と終わった後ちょっと話して、安岡選手と、うん、すごい、はい、で、まあ、まあ、秋田ノーザンハピネス契約決まってて、そっちでまあ試合とかも出してもらってたんで、あの特別枠とかいうやつですか。そうですね、ほうほうほう、でだから江戸川大学にあの合流
したのがちょうど1週間前で、ちょっとまだチーム練習には慣れてないんですけどっていうことは言ってましたけど、あ、そうなんだ。まあ言うてもやっぱり外のシュートもよう入りますし、まあ、1対1がほんま強い選手なんで、もうこれから何かあったらチケットくださいっていうことは言っておきましたね。いやもう本当いい選手なんで本当に、はい、すごいね。こうどうやって声かけるの？一応こう独協大学のコーチじゃないですか。いやこれがまたね、うち の、 あの選手、去年卒業した選手で、安岡選手の1個上の柏日体の選手がうちにいたのと、あと中学校が越谷市の出身で、うちの今4年生とちょっと仲良くて、で話してるところにちょっと自分も一緒にいたんで、一緒に交えて話してました。あー、そうなんや。自然な感じで、はい、別に呼び止めたりしなくても。そうですね。あとまあ、ね、あの育英情報的に育英の選手で今年アンディ君入ってるんで、あー、そっかそっか、はい、じゃあ頑張ってますかっていう話をしたら、どうやった？まあいにくその江戸川大学ってもう1年生は絶対 C から始まるんですね。あ、絶対 C なんだ。 C から、もうどんなスカウト待遇でも C なんだ、はい。そうなんだからまだちょっと一緒に練習もやってないですし、なかなかその C から B 行って B から A って上がっていく方式なんで、でも自主練とかよく頑張ってますよっていう話はしてましたね。ということは安岡選手も C やったの？いやこれが安岡選手は違うんです、A から始まってるんです。特別に本当に上手かったんで、V80 何名いるんでしょうがないですよね、それは。はい、でもその法政大学と今日、やってますね。法政と江戸川が、はい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 、オーバータイムになったみたいなんで。ああ、そうなんや。ああ、はい、出ました、まあ、出ました。はい、70何対いくつのゲームですよね。そうですね、71対77で法政大学が勝ってますね。やっぱ法政大学復活かなって思いますよね、それ見たら。3部なんですけど、これ下克上じゃないですか。そうやね。はい、江戸川大学上から2番目なんで、2部の。ちょっとね、言ってほしいですね。でも3ピリ終わった時点で江戸川大学勝ってましたね。そうですよね。で4ピリ18対23、はいはいはい、オーバータイムになってるんか。そうなんですよ。7点差のでオーバータイムが6対12で法政が勝って。そうですね。すごいな。これ浜田選手出たんですかね。これ出たのかな。すごい見たかったですね。でも朝早かったんでちょっと仕事で見れなかったんですけど、次の試合ぐらいからちゃんと個人名も得点も出るんじゃないかなと思いますけどね。これはもう待ってても出ないですか？今ブランクなってるんですよ、一応。いや、これは出ないんですよ。出ないんですか？この試合はまだ出ないんですよ。なるほど。次がね、法政大学は多分筑波大学ですね。はい。なるほど。浜田選手の情報ってこう入ってるんですか？メンバー入ってる入ってないとか、そんな情報入ってる？いや、メンバーは余裕で入ってますよ。スタートで、スタート出てます。慶応電鉄杯とかはスタートで出てたはずですよ。マジですか？はい。やばいな、あいつすごいね。すごいっすよ。背番号ゼロですよね。背番号ゼロです。トモさん、なんで知ってんのよ？ファンだからです。ちょっと俺今言おうとしたのに、俺ファンやのになんか嫉妬するわって言おうとしたのに。甘いな俺。まだまだまだ、ね、背番号ゼロは多いんですよ。中央大学の肥後選手も0番です、うん、で勝ってるよね。まだ中央大学もちろん勝ってますよね。次は中央大学は神奈川大学とやん。あー、これいい勝負しますよ絶対。あ、しかも神奈川大学今日下克上ですからね。神奈川大学教えてよ。今日は日大とやってるはずなんですよ。日大とか、はい、日大の方がかなり有名な選手いますからね、神奈川大学。神奈川大学はやっぱりまあすごいですよね、ディフェンスが。さすがにね、北陸高校と 3,40 点差開けられるだけの力ありますよね。神奈川大学、あの大東カップ、ね、71対76、5点差で神奈川大学が勝った。はい、いや、これもう勢い乗ってるんじゃないですか。それを中央大学はどう阻止できるかってとこですね。ねえ、はい、まあ、中央大学でもタレントいますからね、いっぱい。言うても、例えば三上選手が多分シックスマンとかで出てくると思うんですけど、まあ出てきたらもう会場が出てきただけで沸きますからね。もう打ったら入る入らない関係なくもうどよめきますね。明星高校から、まあ去年ルーキーで入って今年2年目ですね。まあ、彼のスリーポイントはやっぱ止めれないんで、やっぱフェイスでついてくると思いますけど。めちゃんこ早いやろ。めちゃんこ早いですし、若干前に飛んでくるんですよ。
あれって結構透明でなくてちょっと当たるとファールになっちゃうんですよね。ああ、なるほど。はい、そうするとスリーショットになって、うん、まあフリースロー外さないんで、うんうんうん、まあ、ディフェンスも上手いんでね、三上選手はやっぱり途中から出てきても全然大丈夫な選手ですよね、うん、まあ、あと留学生がいないんで、うん、中央大学は。あ、そうなんだ。はい、でもその辺ね、結構1年生2年生のでまあ大きくもないんですけど190ぐらいの、うん、あのセンターが頑張ってます、すごく。へー。岩手県出身の子なんですけど、はい、まあ頑張ってますね、本当にすごいですわ。あとは今日どんな試合があったんですかね。まあ専修大学もおそらく余裕ですよ、おそらく。そうだね、専修大学は東京農業大学とやってますね。122-56。まあまあまあ余裕ですよね。多分フィリップ選手、多分下げてもそれぐらいの点数になるんじゃないですかね。うん、東京経大と中央大学がやって、はい、今日101-56、はい、中央大学。まあそりゃそうですね、まあ、東京経大4部なんでそれぐらいの点数は開くと思います。明星大学、これいい大学なんですよ。そうなんです。これ勢いあってイケイケどんどんバスケなんですけど、ちょっと聞いたことないねんけど。まあ聞いたことないと思います。つい最近までは5部とかにいたんですけど、まあ、ここもやっぱり80名ぐらいの部員がいて。ああ、そんなに。うん、はい、まあ、ストリートバスケの 3-on-3 とかで、まあ、有名な監督っていう方がちょっと教えてたりして、うん、へー、すっげえマニアックやね。はい、はい、まあもうすごい1対1がもう特化してまして、ハーフの子とかも結構いるんですけど、まあ、3部とは思えない得点能力と、うん、まあ、とにかくねディフェンスもうすごいんですけど、ディフェンスっていうより、うん、とにかく相手が90点取ったら91点取れよっていうようなバスケットですね。なるほど。だから多分ハイスコアになってないですかね。なってますね、101-98。まあそういうバスケットなんですよ。なるほど。だから98相手が取ってるから、本当に両チームちょっと早い展開で入れて入れて入れられて入れてみたいなことをやってたんでしょうね。そうですね。で、なんでこの子がシックスマンなんていう選手がいたりするんですよ。もっとスタートで出せばいいじゃんっていう選手がやっぱシックスマンできっちり出てきてきっちり仕事するんで、うんうん、まあやっぱ嫌な感じですよね、相手にとっては。そうだね。両チーム合わせて199点、はい、約200点取ってますからね、うん、まあそれはちょっと今日の試合の中で一番ハイスコアかもしれないですね。へえ、はい、明星大学ちょっと注目やな。しかも順天堂大学って 2部でしょ。はいはい、順天堂大学2部ですね。すごいやん。そうなんですよ、順天堂大学は昔からね2プラトンなんですね。はい、で1つ目のチームが、まあ、マンツーでやると、2つ目の、まあ、B チームっていうわけじゃないですけど5人はゾーンプレス張ってきたりとかして、うん、ちょっと形を変えてくるんですけど、ほうほうほう、まあ、ここも特色的にはもう外のスリーポイントを必ず持ってます、はい、白鵬大学と慶応義塾大学やってますね。あ、これいい試合だと思うんですけど、白鵬にはやっぱ勝てないと思うんですよ。うん、はい、白鵬が勝ってるんですよ、はい、ですよね、うん、71-53で白鵬が勝ってますね。白鵬もやっぱりね、栃木で、まあ、唯一一部の大学って言ったらもう白鵬大学だけなんですけど、うんうんうん、ちゃんとね1年生に、うん、まあ、白人で、まあ、でかい選手がいれば、うん、4年生に黒人ででかい選手がいるっていう感じで、ちゃんとまんべんなく、あの、卒業したらまた入ってるっていう状態ですね。計画的に4年あるもんね、大学は。そうなんですよ、計画性重要やんね。はい、まあ、今年からちょっと監督も栃木で、うん、おうおう、栃木ブレックスのアンバサダーで、網野さんが今見てますね、監督として。そうなんや、はい、だからやっぱり栃木すごい賑わってると思うんですよ、全てにおいて、うんうんうん、はい、ブレックス の前座試合とか日大対白鵬とかっていう試合あったんですけど、うんうんうん、やっぱり地元なんで栃木、白鵬大学すごい応援されてますね、うん、ああそうなんや、そんなバスケ熱も入ってるんや、はい、あとは今日筑波大学が出てきてるんじゃないですか。あと筑波出てきてますね、筑波関東学院大学とやってますね。あ、まあ、ここはちょっと実力の差がありすぎるんじゃないですかね。そうですね、114-67の約ダブルスコアに近い感じで筑波が勝ってます。あ、でも60何点取れたのすごいと思いますけど
ただもう1ピリの時点で31対14とかなってて、ちょっと下げたんか、2ピリが28-22になってますね。なるほどですね。あとはもう20点取れてないですね。まあ、関東学院は3部の下から2番目ぐらいなんですよ。ああそうなんだ。はい、まあ、昔は本当強かったんですけどね、今はちょっと苦戦してる状態なんで、まあ、今年の中ではちょっと3部で戦える関東学院かなってちょっと思いますけど。なるほど。この関東学院を関西に持ってきたらどれぐらいになるの、はい、どうですかね、どうですかね、1部で下の方やれるか、2部の頭ぐらいですかね。ああ、やっぱそんなもんか。はい。なるほど、なるほど。もうこれだけレベルが違うと、そうやって聞かないと、関西で聞いてる人は分かんないよね、本当に。まあそうですよね。ちょっとこう混じってたらね、比べる対象があっていいんだけど、はいはい、全く関西の大学出てこないから、はいはいはい、どんなもんなのかっていうのがちょっと、キリさんみたいに詳しい人に聞かないと分かんないなと思いながら聞いてたんですけど。うんうんうん、あとは多分東海大学今日出てきてるんじゃないですかね。東海出てきてますね、はい。東海はどこですか、東洋ですか。東洋ですね。ああまあまあこれはやっぱ順当に東海ですよね。そうですね、80対46。まあそうなっちゃいますね。東洋もすごいいいチームですよ。2部の下側2番目なんですけど、ものすごくディフェンス頑張るチームで、はい、結構2部でも大穴食ったりするチームなんで。あ、そうなんや。結構面白いです。さすがにね、東海には勝ってないですよ、この時点では。なかなか、はい、やっぱホーぐらいまた硬いんじゃないかなと思いますし、なるほど。ちょっと今日の結果だと青山学院も多分出てきてるはずなんで、これまた強いはずなんですよね。出てますね、玉川とやってますね。あ、でも玉川も強いですからね、3部の上位です。ただ35対79の青山学院。ああ、青学にしてはちょっと点数低いですね。79って低いんですか？青学だったらちょっとね、100点ゲームいくかなと思ったんですけど。でもまあ、ディフェンスがやっぱり主体で、必ずロースコアに抑えてくるんで、まあそこら辺ぶれてないですね。失点35っていうのは、この日一番少ない失点ですね。間違いないですね。35点で抑えて結構難しいですからね。難しいよ。まあ、あと大東文化も出てきてますね、もちろん。出てきてますね。大東文化大は帝京平成大学とやってます。ちょっと今波に乗ってる大学ですね、3部なんですけど。113対42、大東文化大。まあ、そうなっちゃいますね。僕が今年ちょっと応援している大東文化大学。キリさんの話を聞いたからですよ、この。はい、大東文化行きますよ。波乗ってますよ、間違いなく。ねえ、はい。強そうだな。大東文化と育英はやったんですか？大東文化と育英は去年やって、今年はやってないんですよね。今年はやってないんですか？はい。明日もありますやんか、これ。明後日は？あるんじゃない？まず明日2日があって、ちょっと開くんですかね、また。開くんかな。決勝が多分7日だと思うんで。2日、4日、7日となってます。はいはいはい。この辺ちょっと取れるなら取りたいなぁ。あ、全然もう自分どこで行こうかなと思ってるんですけど、行けるとしたら4日と、4日行ったら7日しかない。あ、6日もあるわ。4、6、7か。どこか、まあ6日も行けそうなんですけどね、まあちょっと他の試合も見たいところがあって、4日とかは他の用事ってまたバスケの観戦の用事なの？そうなんですよ、バスケの観戦なんですけどね、やっぱり5月4日ちょっと自分的に熱い試合があるんで、それはちょっとね、土浦の方まで行きたいなと思ってます。土浦までちょっと行きたいなと思ってます。土浦カップってこと？まあそうなりますね。どうしても見たい試合が3時半からあるんですよ。なるほど。はい、ちなみにそれどこ対どこなの？そこね、飛龍っていう静岡ナンバーワンの高校と、ね、はいはいはい、兵庫県の育英高校。やっぱりそこない。いや、もうこれしょうがないです、これ本当もう行きたくてしょうがなくて。飛龍はどうなん、力入れてるんやろな。いや、まあ入れてますよね、やっぱりもう今年静岡王者取りたいですよね、やっぱ。はい、やっぱりスポーツに力入れ始めてんねんな、飛龍。入れてると思います。昔の何やったっけ、飛龍。あれはですね、何やったっけ、後世。いや、後世は浜松学院なんで。浜松学院か。飛龍は何でしょうね、
飛龍は飛龍やったんかな、もしかして。いや違うんですよ、飛龍は沼津学院とかなんか違うとこなんですよ。静学じゃない？あ、そうかもしれないですね。あ、静岡学院なんか違うんですよ。あ、そうなんや。いや実はその泉台っていうとこ僕住んでるんですけど、はいはいはい、このすぐ近所のおばさんの息子がちょっと飛龍にサッカーで行ってますよね、はい、うん、すごいスポーツに力入れてるみたいで、うん、なんかいい待遇出してくれたみたいで行きましたね。どうしても見たいじゃないですか、そんな静岡ナンバーワン言われたら。見たいな。そうなんですよ、もう3時半の1本だけの試合だけのために土浦まで行く自分もどうなのかなと思います。どれぐらいかかんの時間的に。どうすかね、さっき調べたら2時間はかかるかなって感じですね、最低で。すげえな。はい、でもゴールデンウィークなんでもうちょっと空いてたらいいかなと思ってるんですけど。そのポジティブな感じなんなん、ゴールデンウィークから混んでるでしょ普通。いやまあでもね、こう同じ関東圏内にいるのに行かないっていうのはちょっとダメでしょやっぱそれはあかんな、もうバストラ的にももう使命感を追って行ってもらわなあかんからね。そうなんですよ、うん、去年もうちょっと行きそびれたんですね、土浦の方は行きそびれたって、はい、うん、なんで、うん、やっぱりねそこは行きたいのと、やっぱ土浦日大の体育館って見たことないじゃないですか。ない、そういえば3面なのかなって思うんですよ、なんか A コート、B コート、C コートになってるんで、もしくはなんか行くみたいになんか体育館もう一個あるのか分かんないですけど、うん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 、どっちにしてもその行ったことないんでね、そこでやっぱり写真撮りたいですし、うん、それはそうマスターでもアップさせてもらいたいですし、うん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 、やっぱちょっとそこ仕事しときたいじゃないですか。そうやね、だからまあ午前中自分の練習があるんでそれ見たらもうすぐ行こうかなと思った、うんうんうん、ちょっとキリさんさ、それ行った時の空いた時間と関東大学バスケットボール選手権大会、はい、これにもし行ってたら行った時もしくは結果だけなと取らせてもらえないと取らせてもらいたいです。わかりました。うん、で9時以降やったらトモさん結構高い確率でいけるよね。そうですね、ねえ、でちょっとそれを俺とトモさんに聞かせてくださいよ。わかりました、任せてください、お願いします。まあ、はい、今回関東大学バスケットボール選手権大会の、進捗を今話してもらったけど、今回は今のところこんなもんかな。そうですね、ね、次行っちゃいましょうか。はいはい、ちなみにですね、はいどうぞ、はいはいはい、飛龍高校は沼津学園ですね。あ、沼津学園なんだ。はい、沼津学園っていうのは別に名門ではなかったよね、はい、沼津学園時代。いや強かったと思いますよ。え、沼津中央じゃないの、沼津学園ってそんな強かったっけ。強かったと思います。そうか、沼学って言ったことがあるような気がするな。はい、うんうんうん、2003年から飛龍になってますね。あー、なるほど。あー、なるほど。え、ちなみにですね、お、はいはい、1990年代までは、うん、はい、1学年に15、16から21クラスあったんです。マンモス校やん、すごいやんすごいな。で、県内屈指のスポーツ王国でしたよって。なるほど。あー、なるほど。ちょっと、なんかその規模考えるとほんまにどういうんやろう、選手の待遇とかで選手取れそうな気するよね。そうですね、あの、ちょうどこの例で言うとさ、副大大堀はそういうマンモス校やからね、第一も。まあそうですね、うん、もう生徒数めちゃめちゃおるからね、うん、僕その大堀行った時もびっくりしたもんね、何これと思って。まあ、なるほど。うん、なんかそういう、こう、これから強くなっていきそうな匂いがプンプンしますね。うん、あともう一つね。あ、どうぞどうぞ。はい、あ、すみません、どうぞ。岸さんに朗報ですけど、お、うん、5月7日、うん、はい、J スポーツで6時間見れますよ、大学バスケ。マジで言うてんの？はい、決勝戦と、うん、その前日に開催された準決勝を6時間にわたりたっぷりと見れます。いいね、それ。いいな。ちょっと5月7日の予定をチェックチェックバッチリ空いてます。これは7日ちょっと7日収録できひん、皆さん。7日は何曜日でしたっけ。日曜日です。日曜日です。いけると思いますよ、マジで。じゃあこれの直近になったらまた連絡しますんで、トモさんは9時やったらいける？夜の？うん、日曜日やったらそんな時間関係ないの？いや、
ね、日曜日はちびまる子ちゃんとサザエさんあるってね、子供が見ちゃうんでね、うん、見ちゃうからちょっと遅いん、9時より。なんてなんて、ちょっといつもより寝る時間が遅いです。なるほどなるほど、逆に、はい。じゃあ途中から飛び入り参加してくれる？まあそうなりますかね、うん。で4日とかももしかしたら収録するかもしれないんで、その時はその時でともにまた連絡するわ。そうですね、まあゴールデンウィークで、うん、嫁の実家の方に戻っとれば行けます、うん、いつでも。基地やないかそれ。なるほど。基地集合でさ、藤波ビアデリバリー元地のあのビールを飲まないとダメよ皆さん。そうなんですよね。飲んじゃうよ俺が。もう俺律儀にね、藤波くんのビールあるのに別にちゃんとビール買って藤波くんのビールを消費しないようにしてるからね。ああまあそうですか。そうしながらも日本減ったけどね。減ってるんか。減ってるやん。一本はもう味見ですよ。これね銘柄が書いてないね。ただ、はいはい、めっちゃうまいよこれ。あの安いビールじゃないよこれ本当に。そうですね。なんかちらっと見ましたよ。それを形のクラフトビールじゃないですかね。なんかクラフトビールなんかの美味しいのすっごい。で2本目あまりにも美味しいからもう一回味見して、あとはもうちゃんと買ってきたビールを飲んでます。次行きますよ。はい、ここでもうコーナー企画でございます。キリキリスッキリ質問箱のコーナーでございます。このコーナーのメインキリさん、はいはいはい、質問来てるんでしょ。なんか俺来てるんですよ。お願いします。これもまた匿名希望の方なんですけど、東京都にお住まいの方で、はいはい、やっぱり疑問に思うことがあるみたいで、こう育英高校の系列高校は何校あるんですかっていう質問ですね。これね、現役時代もそういえば俺聞かれたことある。トモさんない？いやこれはね何回もある。あるね。はい、トモさんもあるでしょ。ありますね。はいはい、これ聞かれるたんびにちょっとイラッとしますもんね。イラッとするよねこれ本当に。はい、答えをちょっと発表してくださいよキリさん。はい、これ育英高校は育英高校だけなんですよ。なので仙台育英とかよく言われますけど、うん、全く関係ありません。ないんですね。はい、でも奈良育英とは姉妹校だったりはしません。しませんと。はい、なるほど。あと何育英があるの？ちなみにね、これ仙台育英、奈良育英、由良育英、前橋育英、うん、はい、でまああと鳥取県の方になんとか育英っていうのがあったのと、ちょっとマニアックなのがあって、うん、育英西高校っていうのもあるんですよ。育英西、はい、まあでも全部関係ないんで。そうやんね。はい、で、ちなみにこう豆知識なんですけど、はいはい、奈良育英は公式戦で育英とだけ表記することはダメなんですよね。そうですよね。ちゃんと奈良育英って表記しないといけなくて、例えば全国大会とか行って、はいはい、育英とだけ書いてもいいのは兵庫の育英高校だけなんですよね。そうですね。でもね、ユニフォームがちょっとね、うん、どこの前橋育英も、うん、育英って英語でしか書いてないんですよ。そうやんな。あれねちょっとね、インターネットでもちょっと検索すると前橋育英が先に出てきたりするとちょっとイラッとくるんですよね。あれ育英でヒットするのは大体、うん、前橋育英とか仙台育英とかね。でその記事を見ると記事の内容が育英って書いてますからね。前橋育英はどうのこうのとか書いてないでしょ。地元の人は育英って呼んでるみたいで、育英対どこどこって書いてあって、え、これって前橋だよねとか仙台育英のこと書いてるよねっていう記事は見かけますよね。そうなんですよ。本来記事の中でもやっぱり前橋とか仙台とかつけてもらわないと検索にヒットしますからね。はい、そうなんですよ。逆に言うと、うんうん、今まで言われたことがあるのが、うん、どこの高校ですかって言われた時に、うん、育英高校ですって言うと、うん、あ、兵庫育英高校ですかとか言われるとちょっとムカつくんですよね。あれ僕もっとイラッとするのが、あ、仙台の、はい、仙台から来てるのって言われるのが一番イラッとしますね。あ、なるほど。いや、兵庫育英でもなければ神戸育英でもなく、ただの育英なんですよね。そこになんか余計なの入れないでほしいなっていうのがありますね。は
まあ、もし入れていいならヌナミぐらいですかね。そうですね。ヌナミ育英です。はい、うん、もう木村もそろそろ入るんちゃいますか。入んない入んない。まあ、ちなみにですね、はいはいはい、育英の意味って知ってます？知ってますよ。え、ちょっとキリさんから聞こうよ。さすがに知ってる。英才教育を育てるみたいな、そんな感じですよね。そう、まあまあそうですね、まあ、優れた青少年を教育することで、特に学士と助けて学業に勤しませることって書いてますね。はいはいはい。だから奨学金制度とかね、育英会とか、うん、はいはい、いろいろありますよね。うん、はい、ありますね。はい、まあ、そういうところから来てると思います。だから人気があるんやと思います、この言葉使うのはね。まあ、でも今日このリスナーの方、聞いてる方はちょっと育英のこと分かってくれたらちょっと嬉しいですね。そうやね。じゃあもうキムさんの前では気をつけろってことね。まあまあね。まあね。ちょっと自分たちがスッキリしましたね、これ。そうやね。知ってほしいけど、こういうたくさんの人の前で知ってもらう機会ってなかなかなかったよね。はい、いや、ないっす。なんか身内で愚痴を言い合うぐらいで、俺らが育英っちゅうねんぐらいしか、はいはいはい、ねえ。そうですね、友達後輩先輩同士で言うぐらいのもので、はい、こういう機会はちょっとあって必要やったんじゃないでしょうか。東京の方、はい、匿名さんなんでちょっと名前わかんないですけど、いい質問ありがとうございました。はい、あとね、神戸の T さんから、キネシオって効果あるんですかっていうことをキリさんとトモさんに答えてもらいたいですっていう質問です。キネシオ、この人ね、キネシオって、はい、電話やってんですけど、効果あるのかなと思って貼ってみたところ、あまり感じられなかったそうなんですよ。で、実際ガチでやってる人たちって、あのキネシオを貼ってるのをよく見るから、あえて実際効果あるんですかっていう風な、そういう質問です。うーん、なるほど。なるほど。じゃあ今回トモさんからお願いします。あー、そうですね、実はですね、はい、僕キネシオ貼ったことないっす。うん、ないんだ。ないです。はい、なんでまあちょっと効果は分かんないですけど、うん、キネシオ自身は何なんかな、どうなんすかね。どうなんすかね。まあちょっと分かんないっていうことで置いときましょうか。もういいんですか。リンパや血液の流れを良くするんですよね。あ、そうなの。で、新陳代謝が改善されて自然治癒力が高まる。なんかそれ聞いてるとプレー中の話じゃなさそうな気しません？まあそうですね、結構長い間貼っとかな。キネシオって大体そんな長いこと貼るもんなのかな、もしかして。いや、まあ、ただね、あの血流を良くする、良くなるんで、うん、まあ、筋肉痛や障害発生の予防にも役立つって書いてます。だから、僕はキネシオはないんやけど、うん、はいはい、ギュッと締めるロングサポーター靴下みたいな、はいはい、一時期流行ったんですよ。で、あんなんは貼ったことありますしね、はい、効果はありますね。疲れが増しとか、はい、まあそう、あと運動量によるんじゃないですか。了解です。すいません。いえいえ、はい、ありがとうございます。キリさんはこれね、自分もね、キネシオを使ったことはないのと、ないのか、ほうほう、うん、で、あとテーピングとか予防テーピングとかよくするじゃないですか、ええ、こういうのもあんまり本当にやったことなくて、ただまあキネシオとかね、うちの選手とかもよくやってますけど。選手やってますか。やってますけど、やっぱね、練習してるうちにこう剥がれてきたり、なんかあんまり なんていうかな、汗かいたら粘着力がなくなってるっていうか、うんうんうん、で結構高いじゃないですか、あれ1個。そうやね、結構なんかね、ちょっとようわからんなっていうところなんですけど、うんうんうん、まあ、自分自身がそのなんか突き指した時とか、うん、そういう時やっぱテーピング巻くじゃないですか、はい、そういう時に限ってすごいシュート入りますよね。怪我してる方が良かったりとかってありません？なんか捻挫しててテーピング巻いてて、なんかよく飛べてるなみたいなのとかないですか？あ、僕はないね。僕は痛がりなんで、もう捻挫したらもう絶対に、はい、まあ現役の時一回も捻挫することなかったんですけど、はい、まあ、あのクラブチームでやってても、もう捻挫したら僕はもう途端に練習にも試合にも行かなくなるっていう子でしたね。なるほど。まあ、ただね、キムさん、はいはい、キシさん、心の捻挫しやすいんですよ。いや、そこには、まあ、ね、晴れないんですよね。そうやね、心の捻挫すんねん。
なるほど。痛いで、心の捻挫は足の普通の捻挫より痛いんやで。また人はってね、よう言ってるんですよ。そういう時はね、シュート全然入らへんから。なるほど。心の捻挫したらあかんねん。そうね、うん、なるほどね。あとね、僕、まあ、はい、高校生の時にね、はいはい、もうセンターしたことなかったのにね、背が伸びたもんですから、急にセンターやるチーム事情になってね、はい、まあ、怪我もあって周りの。僕、はい、初めてセンターした時に、こう、ディフェンスの仕方がもう全然特殊じゃないですか。はいはい。今まで、ちょっと伸びかけの2年生ぐらいの時やったら、2ポジぐらいで、2線張って、ディナイディナイみたいな、しんどいしんどいみたいな。はい。でもちょっと3年生でセンターつけって言われた時ちょっと困りまして、はい、あのちょっと2線っぽいこう守り方してたんですよ、センターに、はいはい、あの位置的には2線なんですよ、僕センターしたことなかったから、うん、はい、45度にボールが入ってセンター守る時に僕2線張ってたんですよ、はいはいはい、とベースライン側に僕が立って手を出すんですけど、オープンサイド側にピヨンってリードパス掘られて、うん、でロールターンしてペコみたいなシュートペチョペチョやられまして、先読みしてね、こう行ったんですよ、はい、でセンターの子ってこうグッて腕で押さえて、そう出てくるのを押さえ込んだりするじゃないですか、はいはいはい、あの押さえ込む位置が、まあ、相手2メートルぐらいありまして、僕の顔やったんです。なるほど。僕走って向かってる方向と、もうほんまカウンター状態で肘が入りましてね、はいはい、それで顔捻挫しましたね、一回。むっちゃ痛かった。むっちゃ痛かったよ、本当に。そう、痛そうですね。すいません、以上です。で、結局キネシオはどうまとめますか。キネシオね、まあやっぱ実証してないバストラやからね、うん、はいはい、やっぱちゃんとこれ伝えたいのよ。なるほど。別にキネシオさんにお金もらってるわけでもないので、はいはい、今のところバストラ的には効果検証できずということで、はいはい、ないんじゃないかなっていうところにしときましょうか、今のところ。ないじゃちょっと都合悪そうな気がする。ないまでいったらあかんか、やっぱり。まあただね、箱根駅伝とかね、うん、はい、まあトップアスリートも張ってるの見かけるんで、うん、効果ないことはないと思いますよ。そこやん、トモさん。だからそこで実際にこうなんか体験としてね、この、はい、この質問者もそうだと思うんですよ。みんな張ってると、はい、あの選手も張ってると、はい、あ、マラソンでも張ってる、柔道でも張ってるなと、はい、で自分も張ってみて、あれってこうすかったわけですよ、はい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 、それの質問やから多分、まあ、みんなが張ってるから効果あるんじゃねっていうのじゃすっきりしないんですよ、僕の感じでは。なるほど、なるほど。でここをガチリアルでいくと、今のところは、まあ、効果あんまりないんじゃないのと大きい声で言われるけど、バストラってそうやねんでっていうところも合わせてね、含んでね、はいはい、言ってもいいんじゃないかなっていうところです。まあ、ですか、うん、まあでもいろんな種類と、うん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 、貼り方があるはずですよね。そう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 、そこ、だからその、そうそうそう、まあその質問者はどこに貼ってるか分かんないですけど、うんうんうん、しっかりとした貼り方をしないと効果は得られないよと。そう、そういうところに原因あるんちゃうかな、うん、そうですよね、うん、あとまあ一個確実なのは、うん、心の捻挫には効かないと、うん、心の捻挫にベタベタに貼っても効かへんからね。はい、まあ、そこはバストラとしては実証済みと。そう、しっかりと伝えておかないといけないとかね。なとこでしょうか。はい、ですね。ちょっとすっきりしないようで、言いたいことをはっきり言うというこのバストラのすっきりさも合わせて聞いていただけたら幸いでございます。はい、次いきますよ。はい、次はね、これまたみんな静かにしといてよ。トモのもっといじれたいんです。ということで、新コーナーが前回から始まってますけど、はい、どうなんですかね。ねえ、これあのね、反響が実はもうすでにありまして、はいはい、質問がね2つ来ております。質問来てないか。質問が、質問というかいじりネタが2つ来ています。あ、はいはい、でこれはね、もちろんね、皆さん口を揃えて言わはんのは、トモさんにいじってもらいたいですっていうリクエスト付きで、あの2つとも来てますんで、ちょっとトモさん聞いてもらっていいですか。はいはい、
これもね、地元神戸市の匿名希望さんなんですけど、幸せの村村長って書いてありますね。そうです。キリさんのキリってそもそも何？ここら辺の話、トモさんにいじってもらいたいですとのことです。トモさん。ああ、なるほど、なるほど。キリさんのキリってそもそも何なんですかね。いや、まあこの辺はね、僕が入学した時からもキリさんやったんで。なるほど。うん。その由来とか、うん、発症したタイミングとかっていうのはちょっとおご本人になんか、まあ面白おかしく言えないところがあります。なるほど。じゃあ、ね、その辺を。なるほど。キッさんどうなんですか。キッさんはまあまあ知ってますけど、ここやっぱキリさんに自ら語っていただいているところをトモさんに知ってもらうっていうのはどうですか。うん、まあ、うん、そうね。これは育英高校入ってすぐにあだ名をまあみんなつけられるわけなんですね。はい、はい、で、まあ、自分はなぜかこう「お前バッタや」と言われたんですよ。なんでまずバッタ言われたんですかね。いや、ちょっとね、バスパンが緑のねバスパンだったのと、あとね、お前バッタみたいな顔してるっていうのとなんかピョン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 跳ねてるからバッタやって言われたんですね。多分ね、僕ちょっとそこ覚えてるんですけど、はいはい、緑のバスパン確かにあったと思うんですけど、はいはいはい、あのバッタみたいな顔してるではなかったですね。なんでしたっけ。それバッタじゃないんですよ最後は、はい、それ言ったのは僕なんですけど、はい、いいそういいそう、うん、お前虫みたいな顔してるなって言ったのが僕だと思います。でそっから緑で、そっから、はいはい、ね、バッタになっていって、そっからそっからどうなったんですか。そっからなんかバッタってなんか呼びにくいって始まって、うん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 、お前キリギリスみたいな感じになったんですけど、キリギリスって長いやろっていうことで、うん、キリでいいよっていうことでキリになったんですよ。なるほど。はい、まあ、そっから3年間ずっとキリですね。じゃあ僕らがの学年が名付けて、そうです。で卒業したあと2年間も引き続きキリと友達には呼ばれ、そうですね。で、あげくんには友みたいな後輩にキリさんと呼ばれるようになっていたわけですね。そうですね。いやいや、これで後輩結構辛いんですよ。え、なんでなん、なんでなん。まあまあ、その由来っていい由来じゃないじゃないですか。ああ、うん、そっかそっか。あんまりポジティブじゃないか。ポジティブじゃないので、やっぱり、うん、きで、まあ木村さんって、まあ、全国的にキムさんじゃないですか。あ、うん、で、まあどっちで呼ぶかみたいなね、キリでいいのか、ちょっと敬ってキムで行くのか、ちょっと敬ってキムで行くのか、うん、その辺がちょっと格闘で、うん、僕まだ定まってないですからね。あ、そうなの。なるほど。たまにキムさんって言うもんな。そうそうそう、うん、おまあ、よくできる後輩はね、そうやってまだ定まってない。誰がキリっていうの。だ、いや、言われてました。でも、いやーね、もうね、全然覚えてないですね。でもこのキリってもう二十何年ぶりに最近言われ始めたんですよ。あ、そうなんや。はい、でもキスさんとトモと会って、あ、自分キリやったんやって思い出して、あ、そう。で、うん、今ではなんか育英の父兄とかにもね、やっぱ一部、うん、キリって言われて、いや、おかしいなと思いながら、自分も普通になんか返事してますけど。だからもうどっちがほんまなんていうことをやっぱはっきりしないと、だからもうどっちが育英なのっていう話ですよ。そう、あ、一般に、ね、なるほど。ね、もうこれはもうどっちがほんまなの。はい、どっちがほんま、もうキリですよ、ほんまは。やっぱりそうなんや。もう自ら進んで認めた、はい、そうなん、はい、そんなもうこれはもう自分から認めてはるわけですし、そうです、はい、後輩に言われたって、おキリですよっていう、はいはい、仙台の方じゃないよっていうことでしょ。そういうことでしょ。だからもう怒ることもないし、はい、はい、ないですね。もう何だったら、うん、もうどんどん呼んでくれと、どんどん、はいはいはい、ちょうだいちょうだいと、キリだぞ、はい、ということですよね。はい、うん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 、そうですそうです。だそうです、トモさん。わかりました。もう独居のユニフォームを緑に変えるとか。いじるね、いじるね。次行きましょうか。
はい、もうね1時間回ってるんでサクサクいきますよ、うん、はい、これもね地元神戸から匿名希望さん、キリさんの Facebook の友達人数って結構異常じゃないですかっていう質問が入ってます。トモさん知ってます？キリさんの友達、はい、Facebook の友達人数。いや何人かは知らんけど、うん、はい、金曜日土曜日ぐらいに急激に増えていきますよね。そうなんや、未だにどんどん増えてるん。増えるんですよ。この年になったらなかなか増えないよ。いやね、でもね、あの来るもの拒まずっていうのをなんか言ったことあるかもしれないですけど、あの、うん、ちゃんとメッセージ来てくるんですね。メッセージが来るん。はい、メッセージが来て友達になってくれませんかっていうパターンがもう8割強なんですよ。なるほど、ちょっとね、はい、どれぐらい、俺はやっぱ承認でキリさん友達が増えてるのかなっていうのをちょっとみんな知りたいと思うんで、ここで発表していいですか、友達人数。はい、大丈夫です。3062人です、はい、うん、そうですね、すごいね、うん、でほとんどバスケ関係者ですよね、それほとんどが。そうですよね。でね、トモさん、はい、こっからですよ、話が込み入ってくるのは、あのね、僕、はい、キリさん3062人いるうちの僕の共通の友達何人おるんやろと思って、はい、そう見てみたんですよ。はいはいはい、68人ですって。なるほどね、すごいおるなと思って、はい、それをね、チラチラチラと見ていったんですよ。はいはい、ほんならね、なんかキリさんと多分繋がってないだろうな、バスケじゃない友達とかね。はいはいはい、はい、繋がってるんですよ、キリさん勝手に僕の友達と。ね、あのね、自分からも結構行ったりしてるんですよ、メッセージ付きで。マジで？はい、いや特にやっぱりね、バストラ始まって、うん、自分何回目なのも、まあ、多分何回か過ぎてるんですけど、うん、それでやっぱり向こうから来てくれた部分もありますし、こっちから行った部分もあるんで。なるほど、はい、むやみやたらっていうわけではなくてですね。なるほどなるほど、うん、そうなんですよ。このね、友達作る速さたるやすごい。ああ、なるほど、まあ、うん、ね、あの会場とかでね、たまにパッと会って Facebook やってますかってやってます、そこで友達になるってことも多いですね。なるほど、だからね、はい、彼がいるからこのバストラのアクセスが急に上がってるんですよね、やっぱり。そうですよね。薄井くんの、はいはい、このプロフィール画像とかすごいな。これ東京体育館やな。そうですね、あのダンクコンテストのやつやんな多分。そうですね、すごいな。こんな選手最近ほんまおらんよね。もらっすね。181、2ぐらいでしょ。はいはいはい、スタンディングでダンクすんねんもんな。はい、しかもこれ俺が知ってるこれ15番とかよ、だから1年生や、中学上がって1年経ってないやん。こんな能力選手ほんまおらんよね。あー面白いね。ごめんちょっと話取れて、この前薄いと会ったからさ、はいはい、その時にこんな話をしてて、はいはいはい、懐かしいな言いながら。へえ、どうですかトモさん、このキリさんの友達を作るこの速さ。ねえ、ねえ、懐が懐に入るのが早い。早い、もう柔道やってたらもうすごい選手になってたよ。すぐ懐入っちゃうからも。まああとちょっとあれでしょ、もう政治家狙ってるんでしょ。あ、いや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 、もうそろそろなんか立候補すんの。うん、いや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 、いやもう懐き方もすごいでしょ、あの育英ビッグファミリーの中に。まあまあキリさんね、ねえ、もう不敬じゃないのにね、ねえ、もうそうそう、グイグイ行きますからね。そう、でも結構ね、やっぱみんな結構よくしてくれてるっていうかね、なんかね優しくて、うん、あのついに次の大会から府警しか着てないあのポロシャツとか分かります？分かる分かる分かるよ、はい、あれがね、嘘でしょ、あのプレゼントされたんですよ。マジで？はい、だからもう会場行ったらそれ着るんですけど。はい、あんた誰の親っていうとこなんですけど、ちょっとね、もうバストラ T シャツ着ないですか？いや、バストラ T シャツも着たいけど、まだバストラ T シャツないからさ。そうやね、やっぱ
そう、それとあとタオル3枚買ってるんで、うんうんうん、もうタオル3枚全部もう振り回そうかなと思ってます。3枚振り回すの、はい、もう首にかけるのと両手で振り回します。なるほど、ちょっとみんなと一緒にあのタオルで応援したいですよね、早く。いいなもう俺ね、正直あの会場で、はいはい、ええ感じで応援したいのよ、はいはいはい、ライブとかコンサートとか僕あんま行かへんけど、はい、ああいうノリで応援したいのよ、はいはいはい、まあ、要するにビールが飲みながら応援したいわけ。ああ、なるほどね、もう、はい、いいんじゃないかな、そろそろ。まだ日本じゃダメ。いや、いい、あれ、ね、いいでしょ、わかんの。いやー、どうなんかよくわかんないけど、そういうこうなんていうんかな、観客の楽しみ方っていうのをね、もう提案していかなあかんのちゃうのって思うねんな。なるほど、それはいいことですね。うん、でこれでね、ビールの販売したらいいんじゃないの。まあしてたよね、市民大会、市民大会だっけ、港区大会、港大会、いや、カーニバル、カーニバル、ビール売ってたんよ。ビール売ってた、1階に売っとってん、あれ俺後で気づいてん。なるほど、あれはねすごくいいし、なんかそこで暴れるやつとかおったらあかんけど、はいはいはい、そんなんをうまいことコントロールしながらね。そうですよね、うん、しかもね、ちょっと観客動員数一番多いのが高校カテゴリーじゃない。なるほど、そこ未成年がバスケットしてるところにビールなんかアルコールなんて販売してみたいな声も上がりそうなもんですけれども、はいはい、ここをちょっとおおらかにこう観客の楽しみ方の提案として、はいはい、ちょっとそこを緩和というか規制されてるのかどうかも知らんけど、ぜひやってほしいなっていう思いなんですね。ほんならもうタオル振り回して大盛り上がりでみんなで楽しくビール飲みながらポップコーン食べながらで、教会も潤い、教科も教科するお金な、教科指定選手とかね、遠征行くお金とか海外遠征行っちゃったり、兵庫県バカ強いぞと、はいはい、県外選手もちょっと兵庫やったら行きたいねみたいなね、はいはい、トータルで見るとそういう流れになっていけば、まあ、なお楽しいんじゃねえかなっていう。なるほど、ね、そこで楽しんでエンジョイすることがこう県の地元バスケットを応援することに今まだつながってないじゃない、うん、そこをつなげていこうよ。そうですね、うん、でも確かに高校野球ビール売ってますもんね。そうやろ、うん、そうね、ほんで俺たちは当然会場に行ったら育英を応援するよ、だって OB なんだもん。でもさ、はいはいはい、そこで楽しんで応援して、負ける時もあるや勝つこともあるけど、応援して楽しむことがなんか行く先々に兵庫県の応援になってるってすごくさ、いいことじゃない。そうですよ ね、 ね、そうですね、そういうことしていきたいな本当は。最悪外で飲んでから来るっていう手もありますよね。そうやねんけどな、そこな、繋がってないと俺の中ではあかんねん。その、飲んで楽しんで感染することが強化にゆくゆく繋がっていく資金になったり助けになっていくと。で高校生も、はいはいはい、もうどんどん見に来てくださいと、見に来て騒いで楽しんでもらえたら、僕らが遠征に行ったり、その親への負担が減ったり保護者の負担が減ったりね、はい、いうことにつながっていくと、はいはい、今例えばグッズ買っても育英高校のためだけになったり、村高の保護者が村高グッズを買って村高のためだけになったりするわけやんか。はい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 、つながってもっとこうビジョンをグイッと広げてもらってね。なるほど、うん、お互い相手チームの保護者さんもこっちチームの保護者さんも飲んで楽しん で感動が得られて、いいものを持って帰りながらこう応援することにつながると。なるほど、ね、そんなんが素敵やと思うから、だから外でベロベロに酔っ払ってくるのもいいんだけど、ちょっとちゃうね、はいはい、趣旨が。なるほど、そこつながってないと値打ち半減やね。なるほどです ね、そんなんできんかな。ビールほんまにあいつデリバリーしたらいいのにな、会場で売れると思いますよ、儲かると思うなあ藤波くん、ほんまにこれでじゃあ記念すべき第150回目超ロングバージョンでお送りしました。本日もお送りしたのは岸と友、はい、とキリでした。お、キリでした、言えたね初めて。はい、もう大丈夫ですよじゃあ See you 3日後、バイバイ。